あ、すみません、大栗だった。こんにちは。こんにちは、大栗だった。こんにちは。あ、こんにちは。すみません、大栗だった。もし、みんの大栗。あ、ごめんなさい。こんにちは。あ、大栗だった。もうちょこっちの。そうですね、ダクトとかやんないやなと思って。遅れてるなと思って、スマホゲームが。まあ、あっちもあっちでちょっと疲れだしね。この量が多くなっちゃってるから、デッド前もちょっと、こっちやんないと。まあ、6時ぐらいからやっても、6時ぐらいからやってもいいけど、それまでの間はちょっとスマホのちょっと勝負。あ、はい。あっちが多くなっちゃってるからね。もう、タックとかもやっとかないとなと思って。前のアクションだったんですけど、全然スマホの方の消化ができてない。ベリーハードで終わるのかな。サロマンようやく、あとちょっとか。勇者はもう130だから。上げて使う意味が今ないんでね。他の人育てながらって感じですかね。せっかくだから。勇者は、もうバトルロードで上げれたんで。ラッキーなことに。ああ、オジドラもやんないやなと思ってる。ちょっとずつやんないとなと思って。で、なるべく上の方のあれ倒したいんだけど、最初の方しか倒せないから、イベントの。ハラハラ弱すぎて。でも、なんか、いつもだけ好きなのの、好きなの1つか2つっていうのが、復旧したのかわかんないけど、なくなってからどうでもないんだろう。誘惑なんだろうけど、するために入れてるわけじゃないかな。ウェイト150以下でクリア書いてんだけど、後でやろう。このオーブは食べた方がいいってことなんでしょう。このオーブは何かの交換に使うのかな。交換で150以下なんだ。150？ベイトかなりあんな。
育ってないの使うしかないの、これ。A とか使うの、これ。後でやろう。オーブが一体何なのかわかんない。あ、待って待って、危ねえ。ウェイト150。 A とか使うのかな。どれだけ強い人いるって感じか。待って、オムは一体何の交換なのか。今捕まってるのよ。ああ、いいじゃないですか。アニメでも、そういう、好きなのがあると思うんですが。うん。妖怪言えないですか？周り、詳しくはないけど、雰囲気的になんか。今、現在続いてるものなのか、過去のものなのか。うん。いいじゃないですか。好きなジャンルがあってしか見てない。うん。あ、はい。ぜひ今調べてみようかな。アニメの名前だったんですね、これ。同じような感じなのかな？あやかしともののけは。薬売りがなんか、やるって感じが。はい。仲間のモンスターとか、ラミアと組むモンスターはこっちで取れってことなの、これ。ワオーって、意図せずに、なんか仲間になって。この5体取れってことなのかな。普通に倒せば5体が取れるんだね。緑のオーブは、いやいや、今ネット見て、ああ、そんな感じなんだっていう。あやかしっての次みたいなイメージなんだね、もののけって。で、薬指の人がなんか、妖怪みたいに取り憑かれた人をなんとかするっていうふうに書いてあったもんね。デザインとかは、見ましたよ。で、全然今からってことも。これ漫画が見てんの？切ることができる剣を持ってる釣り売りが、もののけを倒すって感じなんだ。やばいな、アマゾンプライム見てるものもあるから見る気が見えるのか。やばいな。俺みたいに普通に上がって勝てばいいけど、100万円のウェイトで勝つ。とにかく2人強いの入れて、あとめちゃめちゃ弱いの入れればなんとかなんですね。
オーブとかは取れるからいいけど、緑のやつは150のウェイトでやんの。そもそも何のためにオーブってあるんだろう。そもそもこのオーブって何をするためなんだろう。交換なのかな。今回でも好きなのはいるってことはいいことだと思う。冷凍どうにかするってのが面倒だな。マジで冷凍特製ヌエか。本当の動物じゃなくて。でも290ウェイトだな。ただ投げるっていう。その編成でウェイトとか入れるのやば。絶対ウェイト重そうだもんな、勇者って。あれだね。勇者と二枚看板で、あとはやれやれ、ねえねも入れるか。本当にやばいな。ダメじゃねえかよ、ウェイト。ウェイトやばいじゃねえかよ。でもダメなんだ。みたいなのや、ウェイト。ウェイトでなんかこうやってくれればいいの。いいとか。ウェイトが落ちねえ。落ちねえ。これでもダメなんだ。これでもダメなんだ。次も抜かれるほどでは。これでもダメなの、これだけに。どれだけに弱くすればいいんだろうっていう。150ってやべえだろ。勇者自体が重いんだよな、多分。はーい。ありがとうございます。はい。神戸発って思わない。あっべ。関係ないんだ。
こんなんでやんの。あ、大人ブズブズですか。あ、ありがとうございます。教えてくれて。大人ブズなんだ、これ。やべえな。どうしたらいいんだろう。大人ブズなんだ。でもやばくなってんだ。このメンバーでやんの。こんなメンバーでやんの、これ、ほんとに。やっば。大会で打ち取られそうなんだ。2人しかいないという。天竜とあれしかいないという。そうな奴らを入れなきゃいけない。この悲しみ。わざわざ弱い奴らを入れないといけない。この悲しみ。いや、得るために必要なのオーブってマジなの。え、なんなの。え、やばい、レベルが上がってしまった。雑魚軍団のレベルが上がっちまった。まあいいか、上がんないよりはいいか。ちゃんとのウェイトでなんとかやったから取ったでいいの。え、オーブなの。え、なんかラミアの入手条件違うような気がする。ラミアの入手条件でオーブなの？わー。